ねえ、裁判しません？ここで一番最初に殺意に近い感情を抱いたとするならば、それは被害者の方ではないでしょうか。しかし相手は凶器となりうるものを持っておらず、なるべく公平に事件を見なきゃいけないんで、どうしましょう。目がランランとしてますよ。逆なんだよ。バスから降りて歩きました。てかちゃんと原作読んでからエンジンとか普通だかんで 2.5 次元になれ。態度が急変した。熱海殺人事件、負けるわけにはいかないから。デビロや靴の損害賠償を請求。愛に正常なものはありえない。正常な愛があるとするなら、それはただの恋だ。いやお前マジで何言ってんの。俺なら途中で空気読んで舌噛んで死んでたぞ。ないと思ってどうすんだこの空気。人は死んだらこのまま消えてなくなるんでしょ。お父さん、こちらはうちの社長。こちらは前作3はマフィンの中でベストだった。おおちょっとは俺のことを1秒も忘れないでほしい。